皆さんこんにちは、メスマチャンネルのちいろです。今回もですね、 YouTube 人気企画の一つであるメルマガアンケート紹介コーナーをやっていきたいと思います。でね、今回ですね、アメスマの、ユーザーの皆さんにですね、メルマガ、毎月発行しているもんですけれども、こちらのアンケートお答えいただいた内容を準備してますのでご紹介していきたいと思います。で、皆さんに今回お聞きした内容がですね、アメリカの住宅事情について、あなたのお住まいの種類、間取り、お値段を教えてくださいということでね、結構値段のことまで切り込んでいくということで、皆さんに率直に聞いてみました。あとはトラブルとかそういうエピソードなんかもね、記載いただいているのでご紹介していきたいなと思います。では早速見ていきましょう。まず最初にですね、結構地域によってやっぱ値段とかも違うんで、地域ごとで紹介っていう感じですね。まずね、ニューヨークとかニュージャージーエリアですね。最初の方ですね、ワンステューディオで2720ドルということで、結構やっぱいい値段しますよね。ステューディオってもう部屋が1個なくて、部屋開けたらもうそこ1個スペースあってもうおしまいっていう感じのところで、やっぱ3000ドル弱ということで、今日本円安なんでね、日本円で言うと30万から35万ぐらい、結構高いですよねニューヨーク高い。で、次の方ね、ワンベッドで3500ドルということで、これもやっぱいい値段しますよね。契約がそもそも大変で、現地の友達に小切手を前払いしてもらった。エアコン、窓、サンシェード、コンロ等が壊れていて、すべて直すのに2ヶ月ほどかかったということで、ちょっとこのクオリティどうですか。40万とか45万ぐらい払って入ったのにもう壊れてるみたいな、しかも2ヶ月かかるみたいな、日本の不動産事情だったらちょっとありえないような感じなんですけど、でもこれがなんかもうアメリカの普通って感じですよね、正直ね。で、やっぱね、ニューヨーク、やっぱマンハッタンとか高いですよね。ワンベッドで3500っていうので、やっぱり都市部は結構大変かなと思いますね。で、続いての方はですね、ニューヨークアパートワンベッド4980ドル、うわ、ほぼ5000ドルですよ。やばいっすね。家具レンタルの家具に破損がありました。インスペクションで床の傷を指摘したら、経年劣化だから退去時も気にしないと言われたが、口頭のみのやり取りであるため、事実そのような対応がなされるか不安である。セキュリティデポジットが減額されるリスク、これもね、めちゃくちゃあるあるですね。なんか調べて、これ傷ついてるけど大丈夫、あ、 OKOK、OK OK、って言って、その時は OK なんだけど、退去する時に、あ、これ傷ついてるからちょっと引いとくねとか、おいみたいなこういう時はですね、ぜひね、一回ね、写真とあとビデオを撮っといてください。で、写真とかビデオを撮っとくと、入居した時にその傷があったかどうかっていうのは後でちゃんと確認できますので、ぜひね、証拠写真とか証拠ビデオって普通に使えるので、ぜひぜひ参考にしていただければなと思います。続いてですね、続いての方もニューヨーク、コンドミニアム2ベッド2バスで5800ドルプラスエレクトリシティプラスブローカーフィー 15% アニュアルレントということで、ファーニッシュだったけど、タオルや食器類とかを大量に用意してくれたのは嬉しかった。ただ一つ一つ入居時にチェックしないといけなくて作業が大変でしたということで、6000ドルぐらいなんだけど、家具とか諸々がついてるからちょっと高めになってるよっていう、そういうタイプのアパートですね。これね、確かに入居時にはすごい便利ですよね。で、あとは結構駐在の方だと、なんか駐在規定とかでいろいろルールがあると思うんですよ。で、もし仮に6000ドルまでカバーしてくれるところがあるのかわかんないですけど、カバーされるとしたら、単純に5000ドルのところを借りて、自分で家具を揃えてお金を出費するよりも、もう全部インクルードで6000ドルで家賃補助でカバーされるっていうなったら、それはやっぱ一番いいというふうに思いますんで、そういう契約の仕方ありなんじゃないかなというふうに思います。で、続いてニュージャージーワンベッドルームアパートメント、賃貸3400ドル。ここはアパートで、でも3400だから結構ニューヨークのマンハッタン並みにするんじゃないかなって感じですけどね。わあ、ちょっとテキサスから比較するとかなりいい値段っていう、そういう印象です。で、続いて、カリフォルニア、ワンルームワンベッドで1500ドルに2人で住んでます。食費ガソリン代が主なところということで、入居後1週間経たないぐらいでアリが家に大量発生した。オーナーも何もしてくれないので自分たちで退治したのが大変でした。はあ、これもね、なんかあるあるですね。ちょっとオーナーがちゃんとやってくれないとか、なんか電話しても出ないとか、メールしてもあんま反応が良くないみたいな感じで。基本的にはやっぱ高い値段を払ってた方が、その辺のサービス、ホスピタリティは良くしてくれる可能性は高いので、ある程度ちょっと値段に比例する部分はあるのかなというふうには思いますけれども。でもね、アリぐらいは自分で退治できた方が、アメリカ生活では多分役立ちますね。やっぱりね、自分でやった方があと安いし、
自分でできると家のことがね、まあいいんじゃないかなというふうに思いますね。はい、続いてカリフォルニアのアパート、ワンベッドルーム築60年ぐらいらしい、約2000ドル、水ガス駐車場2台込みということで。なるほどね。まあ結構契約によっては駐車場が入ってたりとか、ユーティリティが入ってるとか、インターネットも込みですけれども、まあそういうところもあったりしますよね。で、ここはね、先ほどお伝えした通り、駐在のなんか規定とかで、家賃補助の中に、本来は、そういう、まあ、ユーティリティって、まあ、入ってないんですけど、まあ、実際その、レントの中にもう組み込んじゃってるような感じのものっていうのはね、もう、セパレートできなくてわかんないので、まあ、家賃補助で適用できるというようなケースもあったりするんで、まあ、この辺結構細いんですけど、もう毎月出てくるものだし、まあ、2、3年住むとなったら結構金額変わるんで、この辺はまあ、駐在で住まれる方はチェックしてもいいんじゃないかなというふうに思います。ちなみにね、僕、留学の時に4人でルームシェアしてまして、その時の住んでるとこはね、500ドルだったかな。で、ニューヨークなんですけど。で、500ドルで、インターネット、水道代、ガス代、全部込みでしたね。あと電気か。まあ、インド人のオーナーの方でもうめちゃくちゃ割安だったんですけど、両親とかが遊びに来た時とかは、お前こんな汚いとこ住んでんのかみたいな感じで言われて、まあ大変でしたけど、もう全然それでまあ満足という感じで生活はしてましたね。で、続いて、カリフォルニアアパート3ベッド2バス5人でシェア1000ドルということで、さすがに1個の部屋で1000ドルってことですよね。だからまあ、かなりでかい家だか、でも3ベッド2バスだから、なるほど。それを5人ってシェアって結構難しいかもしれないですね。留学生とかなのかな？業者の対応が悪かったって書いてますね。で、続いて今度ね、テキサスですね。テキサスはアパートで1ベッドルームで1700ドルぐらい。はいはいはい。テキサスもまあ、ダラスがあれば、ヒューストン、オースティン、サンアントニオ、エルパソ、まあ、この辺の都市が、まあ、大都市で言われるところですけれども、まあ、やっぱり、都市によっても違うし、その中でもね、またエリアによって違うところはありますけど、テキサスで言うと1ベッドで1700って言ったら、まあまあいいところっていうイメージじゃないですかね。5、6年ぐらい前、まあ本当コロナになる前ぐらいで、テキサスがまあ、ちょうどまあブームになった時あったんですけど、その時に僕こっち引っ越してきて、で、うちの従業員とかも1ベッドとかで住んでましたけど、その時はね、1200ドルぐらいでもう最新のいい、ジムとかプールとかついてるアパートに住めるって感じだったんで、まあそっから比較すると今多分1600とか700ぐらいになってきたんで、だいぶ値段も上がってきたなという印象はありますね。別の方もね、テキサス1ベッド1700っていうのはあるんで、まあテキサスの相場で言うとこれぐらいですかね。で、ちなみにね、僕最近アパートに引っ越しまして、で、探してたんですけど、数ベッドで探して、2000ドル前後ぐらいって感じかな。1ベッドで1500から2000の間で、2ベッドで2000から2500とか。まあ、なんかそんな感じでしたかね。カリフォルニアとかニューヨークの大都市に比べるとまだまだまあリーズナブルなんで、まあ引き続きですね、僕、テキサス州ダラスを結構押してるので、まあこれは押せるポイントとしては、あるんじゃないかなと。まあ生活物価安いってところはダラスの魅力なので、はい、押していきたいと思います。で、あとはメリーランドか。メリーランド行ったことないけど、間取り1ベッドルーム、家賃1ヶ月約1900ドル。コンシェルジュがいたり、メンテナンスチームがいたり、サービスもよく満足。駐車場やプール、ジム等の施設もついてるんで、日本の感覚からすると家賃は高いですが、治安がいいのでサービスがいいのでしょうがないと思ってます。結構こっちのアパートって本当に広くて充実してるところ多いですよね。日本でいうまあタワーマンみたいな感じのところでも、場所によってやっぱ1000ドル台ぐらいで住めるところはあるので、結構それ比べるとね、いいのかもしれませんね。他の方もメリーランド、1ベッドルーム1800ドル。で、続いて、ノースカロライナが2ベッドルームで約1800ドル。で、更新に伴いぐいぐい上がってます。この地域はアップルやメタやらが来るという噂がありますが、そこに響く円安がなんとも辛いということでね。確かにね、もうね、とにかくね、レントね、ぐいぐい上がるんですよね。なんか、普通に 10% とか 20% とか平気で上がってきますね。まあ基本的にはアメリカではこういうアパートに住んだら家賃がぐいっと上がるっていうのはもう致し方ないことなんで、交渉するなり別のところを見つけとくなりね、ちょっとね、心構えはしといた方がいいかなというふうに思います。で、あとはイリノイですね。まあシカゴとかありますけど、2022年6月入居、ワンルームで1095ドルとペット料金30ドル、光熱費65ドルということで、まあ1200ドル前後といった感じでしょうか。なるほどね。アリゾナ2ベッド2バス、家賃1400ドル、電気代は夏は70、通常50、水道はタダ。電気代って結構、僕家に住んでた時、電気代夏とかも300ドルとかって言ってたんで、やっぱり家全部冷やすんで、電気代高いなという印象だったんですけど、まあアパートだとやっぱもう、すでにもう
施設の中を冷やしてて、その一部の部屋をやっぱり冷やすっていうのは、そんなにコストがかかんないのかもしれないですね。なるほどね。で、あとはね、まあアパート結構紹介してきましたけど、一軒家もね、ちょいちょいありますね。テキサスの一軒家、3ベッド 2.5 バスルームで2770ドル。ということで、やっぱアパートに比べると多少値段は上がりますよね。で、相場で言うとやっぱ2500から3500の間ぐらいって感じかな。ガックがいいところだったりとか、まあ4ベッドとか、まあ5ベッドなんていうのも結構テキサスだと多いんですけど、まあそれだとやっぱ3500に近くなってくるのかなという印象はあります。インディアナ、一軒家を賃貸しています。月に1600ドル。おー、リーズナブルですね。まあやっぱりね、本当にこの家を借りるって地域によってはもう全然違うと思いますね。多分ロサンゼルスとか、僕昔住んでたのはオレンジカウンティのアーバインって街あるんですけど、まあそういうところでね、多分一軒家借りると5、6000ドルとかを全然優にすると思いますんで、結構この辺は予算の組み方っていうのがまあ地域によって違うっていう感じですかね。あとはね、学生さんの寮もね、ありますね。安いところで言うとウィスコンシンだと月に400ドルっていうのありますね。でね、僕が最初に住んでたカリフォルニアの、それこそオレンジカウンティのアーバインっていう寮だと、確かね、500ドルとかでしたね。これ600かしなかったの ?500 ドルとかで。で、当時、もう円高、めちゃくちゃ円高で、80ドルだったんですよ。1ドル80円だったんで、4万円ぐらいで、一応ルームシェアできてたってことで、その時はね、カリフォルニアってすごい安いんだな、みたいな印象あったんですけど、もう今多分ね、同じとこ借りようとすると、多分、ルームシェアでも1000ドル近いんじゃないかなって感じで、もう倍近くなっちゃったんで、もう今は安くないんですけど、まあそんな時代もありましたということですね。まあただね、やっぱり、ルームシェアして、一緒に住むと結構トラブルも増えたりとかしますので、この辺はもう、まあもう単純に予算と、あとはまあもう自分がそれに耐えられるかどうかっていうところの、まあ兼ね合いになってくるので、予算と相談しながら検討していただければいいんじゃないかなというふうに思いました。はい。ということでね、ザザッと最近の不動産事情をご紹介していきました。でね、こんな感じで、毎月アメスマではですね、まあメルマガを発行していて、ユーザーの皆さんにね、質問を投げかけて、それに対してまあ回答いただいて、で、それを YouTube でもご紹介させていただいてますので、ぜひね、これからもこういった企画、アンケートあった時にはですね、回答いただけると、まあ他の方の生活にもね、役立つことがありますので、ぜひぜひ回答いただけたらと思います。で、あとね、今回の動画、見ていただいて、面白いと思っていただいた方は、ぜひ、いいね、そして、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。で、あとはね、うちの、家は、まあ今こういう条件で今住んでますよ、みたいなこともあれば、ぜひね、コメント欄までコメントもよろしくお願いいたします。そういうことで最後まで、ご覧いただきまして、ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。